はい、スプーンの城本です。よろしくお願いします。まあ、エンジンはまだノーマルのままで、マフラー、これも今試作品なんですけれども、年明けぐらいには発売できるようにって思って、今いろんな、性能の確認、それから各部の調整等をやっています。足回りのライトチューンの仕様になってます。試作品のダウンスプリングを使って、ノーマルのダンパーのいいところを最大限に引き出そうっていう、そういう狙いのスプリングです。あとは、ブレーキパッド、それからブレーキホースが変わっているので、だいぶまたノーマルとも違うフィーリング、少し懐の深い操作性が得られていると思います。山田さん、いろいろうちの車に最近乗ってもらってまして、この前の奥伊吹では日本の国内仕様のハッチバック 1500cc ターボを乗ってもらいました。で、基本的な仕様っていうのが大きくは変わらないコンセプトのストリートのものなので、じゃあパワーが変わったタイプ R どんな風に違うんだろうっていうところを見てもらえると嬉しいですね。サンダーヒルのね、レースとかでも先代のタイプ R レーシングカーを乗ってますんで、じゃあ同じ、系統のエンジンが新世代のシャシーに乗ってストリートになった時にどんな風に変わるのか、その辺も山田さんの中で比較ができると思うので、そういった部分でね、いろいろ見てもらえると嬉しいです。今回走行はもちろんあれですよね、 R モードでやりますよね。もう全然 R モードでガンガン行けますもうそういう足が結構できてきてるんで、ノーマルだとね、もうちょっとあしたい越したいみたいなところがあったんで、その部分を反映させた、まずスプリングでどこまで、できるかで、やっぱりね、車庫調とかにしちゃうと意外にダンパーのコントロールとか減衰の仕様とかって簡単に作れちゃうんで、ノーマルをいかに、生かすか、そして本当にこの車のいいところっていうのをものすごく伸ばしてあげる、そんなチューニングを目指して今、やっております。今回のスプリング結構自信あります。スプーンシビックタイプ R 春のアタック、さあ新しいタイプ R、 まだ見たことないでしょ世の中の人が。それを俺が走れるわけよ、ほんと楽しみ。まだスプーンの全てのオリジナルのやっぱりパーツがついたわけじゃないんだけど、ところどころにね、スプーンらしさみたいなのがねついてるんで、峠をハイスピードで走るタイプ R なんて多分結構世界でも初レベルだと思う。初だし、でもね、本来シビックっていうのはこういうところを抜群に速かったインパクトがあるんで、まあ、それが受け継がれてるかどうかっていうのを見るのがすごい楽しみだね。感動しかないよね。思った以上のパフォーマンスだよね。電子制御がいっぱいあるわけ。じゃあこの辺でいいかなっていうのがあったんだけど、やっぱりこうスピードがどんどん上がってくるから、そうすると若干こう微妙に邪魔されちゃうわけだから、そこはね、全オフのリクエストをしとけばよかったなっていう。それでも全然速く走ることができるので、その辺の微妙なセッティング、まあ、あとはね、そのこれからいろんなね、ブレーキだったりとか直アブソーバーだったりとかね、これからいろんなパーツがつくと、まあさらに最強のやっぱりこうね、スプーンらしいタイプ R ができるんじゃないかなと。まあそういう中で今回誰よりも早くこういうところを本気で攻められたっていうのはすごい嬉しい。普段お前らにはもう感謝しないけど、もう今回だけはね、ちょっとありがとうって言いたいぐらい、本当にこの車に乗れたことっていうのは良かったなっていう。